そう、粉もんいっぱい今日は。こんばんは。いや、もんじゃと焼きそばと、そう、こんばんは。もも、イエイエイ、わーい、美しい、やった、お好み焼き、おお、粉もん一緒や。こんばんは。18歳です。18歳、18歳です。ジェットバニャウグ、こんばんは。ストックも9個ぐらいあります、お家に。またママがストック買ってくれてた。そうですね、来週ばっか口もね、こんばんは。緊急が何か何にもないんです。何にもない。こんばんは。こんばんは。
出川千尋さんとベイク旅今日は歌えないですね。いませんね。ミックスジュースの公演が楽しみやけど、どうなったんですか？無緊急事態宣言で劇場とか8時までに切り上げ、え、じゃあできるんだ。入場者マックスの 50% 以下だったでしょ。ある意味でさすがに経済が回る一番なのでと思ってた。5年10年とかねワクチンがで飽きたん。すがちゃんこんばんは。こんばんは。なんかめっちゃ副作用やばいみたいな。9割打たないと集団免疫。あ、そうなんだ。やば。え、なんかイギリスのやつですか？ PTM 無観客SK は2割にする。それとはまた別ニュース詳しい。そんな詳しくないです。全然アフリカから来たとか。やば。そう考えたら俺スポーツはね、ただスポーツオリンピックみたい。こんばんは。かねこさんになる汗を今ニュース見てるけど、どんぶり人、おお、そうなんだ。私もその道頓堀とか全然最近行ってないか分かんない。どんな感じなのか。キャメロンは今日も輝いてた。はい、気をつけます。はい、大学生です。スポーツ系の学部です。歌も汗汗って言ってるわ。歌いません今。頭いいのすぐ。え、全然頭良くないですよ。全然頭良くない。やばいぐらい。免疫力アップさせると感染防にもなる。体温を上げないとね。学年的な出口ちゃんと一緒。あ、そう、ゆいなさんと一緒です。得意なスポーツ得意なスポーツない。スポーツね、スポーツ系なのにスポーツできないです。あんまり短距離走だけかな得意なの。でも短距離走だけの授業とかないので全然。もう大学はみんなスポーツすごい子ばっかりで、実技はもうほんと全然追いつきません。こんばんは。こんばんは。1メートル、そう、 7.2 秒でも今はね遅いかも。高3の時の話だから、もう1年2年ぐらい、2年も経ってないけど1年ちょっと前だから分かんないけど、まあ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 って感じです。
数だった。女子やったら、あ、女子校はそう、女子校だったら一番でした。まあ、女子校は大体遅いのでね、結構遅い子多いので、そう、短距離走だっけ得意。もっちゃん 6.9 分、すごい。長距離苦手です。長距離めっちゃ遅かった。中学校の時は本当に最下位とか最下位から2番目とかだったんですけど、あの高校は女子校なので、あの女子校は本当に長距離走も遅い子が多いので、まあ女子校でも真ん中ら辺でしたね。でも中学校とかはあの下から2番目とかでした。こんばんは。ジオン国民さんだ。女子校あるある、女子校あるある、おじいちゃん先生が可愛がられるのと、なんだろう、私の高校だけかもだけど、あのメイクとかめっちゃ厳しいみたいなと、若い女の先生とは仲良くなりがちとか。彼は NMB だよ、運動会やったら活躍できそう。こんばんは。あ、スカート丈も厳しいですね。もうめっちゃ厳しい音楽の先生がいました。もう来たら、なんか避難訓練の時でも言ってくるんですよ。なんで避難訓練の時も、あのもう避難を頑張るよりも、その先生にスカートバレないのを頑張る方も結構大変でした。ショートカットの子、あーでも私の学年はあんまりなかったかな、そんな感じは。おじいちゃん先生バレンタインめちゃくちゃもらった。あ、もらってましたね、みんなあげてた。てかもうおじいちゃん先生とかじゃなくて、もう来た先生全員にみんな、もう今食べてとか言って渡してました。今食べて感想言ってとか言ってやってましたね。YNN のキャンプ番組のイデオも、そんなんやば、それで走れんかったらちょっと笑ってください。糖尿病なる。もうどの先生にもみんなあげてましたね、授業来た瞬間に。なんか謎のルールがあって、私の学校ってあのバレンタインじゃなくて普通にお菓子ダメなんですよ、食べたら。だから昔じゃがりこ食べてたら、まだ半分ぐらいしか食べてないのに、なんか取り上げられて、な、開けたままのじゃがりこがもう取られたっていうことがあるぐらい厳しい感じなんですけど、お菓子にも。バレンタインの何日か前かな、3日4日ぐらい前に、なんか生徒指導から手紙がクラス全員に、全クラスに行って、なんかバレンタインの日は特別許可しますみたいなお菓子の持ち込みを、ただしなんか高価なものはやめましょうみたいな感じの手紙が配られて、なんかもうなぜかバレンタインの日はもう学校からちゃんと許可が出てお菓子を配っていいっていう
許可が出てました。謎のルールです本当に。バニラヨーグルト食べる。よかったもチョコクバ。私はどっちかっていうと食べる方ですね。誰か生徒指導部の人を掛け合った。そうかも。手紙が来るんですよわざわざ。それで貼り出すんです。やばくないですか。なのでその日はもう授業中でも先生にあげます。制服着てると髪型も似てて女子高生の。私よく高校生ですかって聞かれますね。ホワイトデーはないです。バレンタインデー限定です。こんばんは。バレンタイン限定でその謎のルールが適用されます。女の子から持ってる女の子、どうだろう。なんかそんなことはなかったかな。あんまりもうみんなでワイワイみたいな、動物園みたいな感じです。あ、お返しくれる先生もいますよ。なんかマスキングテープとか配ってる先生とかいました。初見でスピークリップやった。ありがとうございます。嬉しい。だけすがちゃんみたいな、いましたよ。なんか愛され先生、愛されおじいちゃん先生。好きな劇団、劇団四季ぐらいかな。劇団四季はもうめちゃくちゃ見に行ったことあります。こんばんは。ミキタみたいな先生いません。でもダンスの先生は大体厳しかったですね。ダンスの先生は女の先生だったんですけど全員。こんばんは。厳しかった。でもダンスの先生でめっちゃくちゃ可愛い先生がいて、本当に可愛い。もうずっと可愛すぎて、もう通るたびに可愛いって言ってました。本当に女子校謎に生徒より可愛い先生が結構いるんです。普通にお菓子食べて、いいな。でまあ食べてたんですけど昼休みとかは。でも先生にバレたらもう取られるので。正直昼休みとかはもうなんかもう学食とかもなんかいろんな食べ物で分からないんですけど、10分休憩っていうの、なんか授業の合間の休憩とかに食べてると取られますね。まあ大体ゆるい先生だったら大丈夫なんだけど。でも私もタピオカとか持って行ってました。ほんだら優しい先生もまたタピオカとか持ってきてみたいな言って終わりですけど、厳しい先生だと取られますね。チアダみたいな、本当に可愛い、超可愛い。高1の時の担任の先生は本当にクラスで一番可愛くて、もうお母さんたちも
なんで担任が生徒より全員可愛いみたいな感じで言ってたぐらい、本当にもうみんなが言う担任が一番可愛いっていうやつです。はい、やった。本当に高1の時の担任はめちゃくちゃ可愛かった。その先生は何歳、何歳だったかな、2,30 だった。超可愛い。本当に多分絶対誰も、皆さん全員可愛いって言うと思います。集合写真とかも生徒よりもその先生がめっちゃ可愛くて目立ってました。ママとかもめっちゃ先生が一番可愛いやんって言ってました。歌も可愛いって言いそう。みんな可愛い、絶対全員言います。フエンシンさん、コハタン、フワリンパンダドーム、そう、その話もね、しゃべくりアワーでしました。パンダシスターズ、パンダ三姉妹で、ハーサさんが飼育員らしい。可愛いね、パンダ。そう、可愛いですよ。本当にパンダめっちゃ好き。動物のキャラクター描くとしたら大体パンダ描く。本当は私のサインもパンダにする予定だったんです。だけど、かぶったって言われてダメになっちゃったの。描いてみると、こんな感じにする予定だったんですよ、私のサインは。だけど、かぶってダメって言われたので、このネズミウサギになったんです。本当はこれウサギだけど、よくネズミって言われちゃう。本当はこれだったんです。だけどこれです。もうヒゲなくそうかな。ヒゲなくした方が可愛いだろ。ちょっとパンダにしたら怒られそうなんで、ちょっとヒゲなくすぐらいにしてみようかな。それでどんどんパンダからに近づけていくっていう。そうですよ、サイン会があれば。もうこっちのサインはね、向いかけないんですけど、一生こっちはね、そう、ちょっとずつあのマネージャーさんにバレないようにパンダに見せていくっていう。ちょっとヒゲがあったらネズミ感がね、出るんですよね、やっぱり。
でもまあおとなしくこのネズミサインで生きてましょうか。ですよね。なんかちょっとこのねヒゲがあるとねネズミ感が出るんですよ。まあサイン会とかだとまあバレないですよ、多分。まだこれは一回も書いたことがありません。一回も書いたことないサインです。わーい、タレパンダ風。タレパンダってこれも垂れてますよ、結構目。ハム太郎、ハム太郎いいね。じゃあもうハム太郎可愛いからまあいいってことにしときます。いくつかパターン作っとけばバレに。右の長い方がじゃあ右長く、耳長くしてウサギ感出そうかな。どうしよう。パンダに寄せていこう。常連さんに励まされましたパターンでいこう。どうしよう。じゃあ耳長いバージョンも書いてみようかな。ネットサイン会、そうですよ。でこれはこれがふあこれがもうあれなんです、普通てかこれが私のサインなんです。でも希望はこれだったっていう話なんです。いやサインダメ出しめっちゃありましたよ。本当はこのサインに行き着くまで5個ぐらい、あ5個はちょっと言い過ぎた、3つぐらい案はあったんですよ本当は。いろいろな理由でダメになったんです。そのサインどんなんだっけな。そうです、いろんな事情が、あでも最初はあのなんかただ単にあの私の案が良くなかったっていう理由でダメになったやつも、ダメになったサインもありますね。ちょっと待ってください。このマネージャーさんに送った写真をね見返したらね出てくるかなみたいな、思い出すかなみたいな。結構昔なんで。もうはないな、わかんない。ちょっとどういう感じか忘れちゃったんですけど、じゃあ私が案あのこういうのにしようって言って出した案で覚えてるのが2つあって、1個が どんなんだったっけな、違うかったかな。いやシナモン寄りにしたわけはやつは一個もないんですよね。
どんなだったかな。写真をね見ないと思い出しませんね全然。ちょっと待ってくださいね。シナモン寄りにしたやつはなかったんですよ。なんか普通に私のあのやつが微妙だったっていうのであの罰になったのもありますね。結構あれサイン考えたのとかいつだっけな。そうでも全然シナモン寄りにしたやつはないんです。なんだ忘れちゃったけど、どう、あこんなんかな。あ思い出した思い出した。口がこうになってるんです。だからちょっとこれはダメって言われました。それでその後に出たのがあのなんか筆記体書けないんですけど、その時に書いたのがこれだったんです。普通に小春っていう感じでここをパンダにしてってやつだったんですけど、でこれで最初はいけたんですけど、なんかあのこれはダメ、そうこれは NG が出て普通にダメで、これえいいですよね。そうこんばんは、そうこれ次はこれにしたんです。普通に筆記体で小春ででってなったんですけど、あのあれ昔のあのココルルっていうブランドあるじゃないですか、わかりますか。結構なんかギャル全盛期みたいな、ココルルっていうブランド、知らん、ココルルってわからないかなみんな。で私も知らん、そんなに詳しくはなかったんで、なんか聞いたことあるなぐらいだったんですけど、最近のじゃなくてなんか結構あれ昔っていうか、ココルルっていうブランドがあったって、今もあるのかな、もう本当にザギャル全盛期ぐらいの時のやつなんですけど、それに見えるっていう話が出て、この筆記体がココルルっていう文字に見えるっていうことになって、これは NG ってなって、これに行き着いたけど
パンダは NG ってな、かぶってるからダメってなってこれになったっていう話ですね。検索者でできた、そう本当にギャル全盛期みたいな感じのブランドの、このこれがマジなんかココルルに見えるっていうことで NG が出てしまい、これに行き着いたっていう。これもねマネージャーさんが一緒に考えてくれた。もうシナモンロールはやばい。そう20年ぐらい前かな、もう結構前、今はあんまり見かけない感じの。そうそう、大人の方が逆にね、そうそう、そういうことをちゃんと分かってくださってるんでありがたいですね。私じゃねその時代のこと分かんないから気づかないので。っていうこのネズミって言われるウサギサイン誕生秘話です。ちょっと耳長いバージョン書いてみよう。そうですね、特許の問題ですね。こっちの方がいいですか？どっちの方がいい？こっちか、こっちか。今までは多分これですよね。こっちはこっちバージョンないですよね。書いたこと。耳長い方がいいね。で今いいこと思いついたんですけど、今月ってあれあるのかな。今月も生写真ありますよね。だからその時は今いいこと思いついたんですけど、あちょっとブサイクになった。もう一回新しい紙に書こう。どっちも可愛い。ウサギ感出ていい？どっちがいいですか？牛にするとか。春のハートを反対にして桃にします。どう？この牛はやば。耳長い方がウサギっぽさ出る。ここもさ、桃にしよっかな。かわいい、やった。ここも桃。ここはハートの方がいい？
湿布も。だからランバトルが終わる3月2日までは書くときはこれにしようかな。だから1月の生写真、あの振り袖のやつはまだサイン書いてないので、多分もうちょっとで書くのかな、わかんないけど、その時はこれにしよっかな。2月ね、2月の生写真の時はいつ書くかわかんないけど、その3月2日までサイン書く機会があればこれにしよう。多分1月の生写真はね、3月2日までにはね書くと思うので、それはこれにしようかな。忘れてたらちょっとやばいけど、自分で言っといて自分で書くの忘れてた。なので3月2日まではこのサインにしよう。桃のサイン、桃バージョン。だけでもいけないね。結構あれですもんね、問題はそのサイン入りを引けるかどうか。それはそうですけど、4つしかないんですよね。結構毎回可愛く描いてるんですよ、いっぱいいろんな色使ったりして。クリスマスも、いやメンバーの中でもよくね売られてるっていう話をねするので、どうなんだろう、わかんない、何枚ずつなんでしょうね。あれいつも何枚書いてるっけ。そうです、話題になります。NAB のサイン会、そうサイン会ね、またあったらね、絶対みんなにかけるのに。サイン料しなくてもですよね。私が聞いても嬉しいです。だってそもそもレアですもんね。カードのサイン欲しい。わーい。今月は桃バージョン。2日までは桃バージョンにしますよ。ディスティーユさんをショールームしながらサインか。そうなんだ。ナキセのみんなの名前の、私は織坂小春です。美咲はね同じ知恵なんだけどね、また読み方がね違うんですよね。メルカリ見たらナキの直筆生写真売れてる。メルカリでも売られてるんだけど、売られているんですか。変な配りに買いに行った中に受験されてないねですよね。ココハルさんココハとかも間違えられますね、たまに。
それで言えばあだ名の候補も結構あったんですね。あだ名？ニックネーム？こちら、ニックネームの候補も割とありましたね。ワタワイ、マージャンプに登場してくれれば毎月水坂小春さん呼ばれたりしたことないです。小春いっぱい、結構いっぱいありましたね。はい、自分で考えますよ。でも他のグループさんとかと被ったりしたらダメなので、それは結構あの結構あれです。考えてみんな書いてる？なんていうの？候補出してますね。他の48さんとも被らないように。それも自分で考えます。ブログの締め切り？ブログの締め切りってなんだ？いや、私はね、他のグループさんとかぶっちゃんとかなかったですけど、でもコハちゃんとかはって方も SK さんにいたので、まあ、それは候補いなかったんですけど、アンジュとかも多分ひらがなのアンジュは、アンジュさんはあれですよね、 NGT さんに多分いた気がする。ワカニャン、そう、ワカニャンって昔イケミさんにいたんだ。そうなんだ。打ってるかとかね、そうですよね、あかりんさんみたいな感じ。アンジュもですよね、多分そうだった気がする。あ、アリンさんもだから買ったかなんだ。もっちゃんとかもかぶりすぎて、そうですよね。正直同じ人数って私はね、そうですね、結構ね、あ、スーちゃんさんも結構悩んだのか。ユミムもか、多すぎる。感じでございます。長すぎ、コールできません。リナって名前も、そうなんだ。私の小学校の友達とかにもいましたね。やっぱり変わりますよね、こんだけ長い歴史があれば。グループも多いですし、ジオンもかぶりませんね。少し前ははるかが、ああ、時代もね、ありますね。
キラキラ、そうですか。あやかも複数、そうなんだ。あやか会っていう企画があった。そうなんだ。小春も芸能人っぽい名前、そうですか。本名ですよ。最初は小春って思い込んでた。あるあるですね。それはもうどこに行ってもですね。塾とか学校とかでも。名前の由来、名前の由来は心優しい子に育つようにと、春爛漫な感じの子に育つようにっていう意味ですね。人生と心が似ていて、なんとなく形が似てるかな。リサカって名字もいそうで、そう、全然私は会ったことないままで、親戚以外には。坂道を含めて、ゆい、みなみ、あかり、りなお、あ、確かにみなみさんとかゆいさんとか多そうだな。あかりさんも、あかりさんとか何人いるのかな。確かにゆいとか多そう。でもみんななんかもうその名前って顔してません？なんかアイカとかもアイカって顔してるし、アンジュもアンジュって顔してる。リクティムの自前でティーティー姉妹。俺とかって他の人とかぶることない。そう、かぶったことないですね、本当に。一回もない。一回も会ったことない。こんばんは。別にね、難しい感じじゃないので、なんかいそうなんですけど、いないっていうやつです。こんばんは。アンジュはアンジュってか、もうそれは本当にアンジュはアンジュってか。
アンジュはアンジュ以外の名前が思いつかない。つけるとしても名前からだ。今だって平凡な名字だけど、そうなんだ。私結構会ったことあります。オリズカはね、多分初めて聞くと思う。マナベの、マナベアンジュって名前すごいですよね。マナベのマーもね、またね、そっちの難しい方でね、わかなってか、みんなその感じの顔してる。こんばんは。ユナもユナって顔してますよね。ついに緊急事態ね、ね、やばいですよね。ググったら折坂って全国で700人しか、やば。それはやばい。めっちゃ少ない。それは会ったことないです。でも700人いたらね、会いそうですけどね、人生で1回ぐらいは。なきせいで珍しい名字、そうですか。あと誰が珍しいやろ、あと誰が珍しいやろ、え、誰が珍しかったっけな。あ、カメノも珍しいですよね、ジオンの。あとは普通かな。あとはまあ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 、名字は。次は見ないですね。あ、吉野もこの感じは、あ、珍しいかも。そうですね、そっちはね、あんまり見ない。その人のココナさんですか。ココナさんもすごい可愛い。こんばんは。亀の女芸名、本当に。あ、ジオン国民さんだ。こんばんは。
まあ本名じゃないかもいいかなと思ってます。私は本名ですね。私は本名です。でも教官に一回だけだけど芸名みたいなのって言われたことありますね。ですね。全然基本みんな本名。全然基本本名。基本みんな本名だと思いますよ。多分今さっきってたくさんいるのにアミルさんが初だった。ほんとだ、そうなんだ。山崎とかなら言ったらいいね。私の友達でいたけど、だからそう、そうでもこのね裏のシールがね剥がれなくて、剥がれなくてずっと剥がれないままです。アラジン。あ、乃木坂今だっけ。ギリシャ語ってそんな少ないんだ。またググってみよう。ギリシャ語ってれば取れる。あー、ふやかして。地下にいた子は眠いってきて頑張ってもらいます。そうなんだ。それは初めて聞いた。今日は緑茶です。少ない。何来てんの。マーチャンプルの話どうなんでしょう。全然知りません。それもどうなんだろう。今日はしゃべくりアワー出てたよ。いや、麻雀できそう。どうだろう。麻雀ちょっと無理です。むずい。役を覚えるのがね難しいですよ本当に。
友達に麻雀得意な子がいるので教えてもらおうか。本当にあの役を覚えるの大変ですよね。並べてもね、並べれても役がないとダメなんで、後ろにグループ名書いておかないの。もう書くとこがないんですよね。簡単な役から覚えていけばなんだから。おお、そっか。まあちゃんと君の友達がかっこいいですよね。本当にめっちゃ得意。ね、朝まで麻雀室とか言ってた。私はもうアプリだけでも難しすぎて役が分かんなすぎてもうすぐ分かんないってなっちゃいます。アプリだってだから、あ、点数計算とかもね難しいですよね。そう、ナビ、じゃナビがあって、ガイでもガイドがあったらもう覚え、逆に覚えれないんです、それに従ってしまって。あれでしょ、いい牌を引いてきたねみたいな、チーはしない方がいいと思うよとか、ポンはしない方がいいと思うよ。でも実際によく出る役は結構かけられてる。んー、そうなんだ。一時期マーちゃんが出てた時、役員、私も全然 役本当に分かんない、それが分かんない。なんか並べるやつ、あの種類っていうか、なんか3コマの種類みたいなのは大体分かってるんですけど、ニューミーのマージャンやったことありますよ。いい牌を引いてきたね。いじってないですよ、本当にこんなんですよ。ポンはしない方がいいと思うよ、チーはしない方がいいと思うよ。そう、ナビがあったらね逆に覚えれないですよね、それめっちゃわかります。私も誰を死にしてて、まあそれを言うといじってるとか言われて嫌なんで、もう一生黙っときます。メンバーによって全然セリフ違う。そうなんだ。でもこことかは一緒ですよね多分。劇場にマーちゃん入る、そうなんだ。やば。でもそもそも麻雀できないので、麻雀覚えないと役が分かんない。一通りみんなを信じしてやったけど、それぞれ喋り方に特徴あって。そうなんだ。まあそうだよね、本当に録音してるから。エナタンを死にして満点して、おお、エナタンさんめっちゃ優しい。あ、プロフィールの写真は、あ、もう何回も言うんですけど気に入っていません。しかも麻雀のアプリってなかなかあれ変わらないですよね。なんかそのプロフィールの写真から結構古くないですか、麻雀で使われてるやつ。先輩方のやつも最新じゃないですよね、あれ。 CM とかテレビですね、麻雀。あ、ちょっと前に1回か。あ、そうなんだ。最近やってないから知らなかった。あ、変わったんですねって考えると、私が追加されてもそれ、そのあのプロフィールが何年も使われると思うとちょっと怖いですね。
卒業生まで、それを私も思ってました。そう本当に、だからちょっと新しい、次こそは漏れてないですね。漏れてないやつをずっと一緒はもうちょっと嫌なんで。あのプロフィールはきついな。じゃあ次にプロフィール写真が更新されてくるんじゃない、気が。じゃあもうかなり後じゃないですか。もうめっちゃ後になっちゃう。せめて自分ね、だから自分で選んでます。あきたんとメンバーで劇場でマーちゃんしたツイート、ええー、そうなんだ。別にあの洗剤そこまで悪い、めちゃくちゃ悪いんですよ。あれもみんな全員、私のあの友達とかからも大不評、実際見た方がいいとか言われました。たまにコメントでも、あのこのショールームの配信中ってやつは、あのあれじゃないですか、なんだっけ、プロフィールじゃないですか、だからあの全顔が違うねとかってコメントが来ます。いい意味かは分かんないけど、写真より自分がいいのがあるある。多分全メンバー気に入って、ゆなくんは気に入ってますよ。ゆなくんは気に入ってますよ。ゆなくんめっちゃ漏れてます、あれは可愛すぎ。まあ、実際もめっちゃ可愛いし、多分気に入ってる。多分みんなからの評判めっちゃいいですよ、あのゆなくんの宣材写真。あ、ピピちゃんも漏れてると思う。ピピちゃんも可愛いね、まあ、みんな可愛いけどね、全然。私もね、ちょっと本当にどうしたって感じですけど、アイピも可愛い、漏れてたな。画像は映り効果は、そう、本当に本当にね、友達にもね、ちょっと爆笑みたいな感じであの連絡来ました。実物と比べてどう、どうした、寺さんのプロフィール写真は特に、そうなんだ。過去の潜在、過去の先輩に比べてなきゃ全然マシ。そうなの。でもみんな、他は私以外の子みんな可愛いと思うけどな、普通に。私はちょっとね、あれは全然本当に気に入ってない。しかも普段って私こうやってするじゃないですか。でもなんかそういう撮影の時とかってこうやって耳にかけられるんですよ、両方こうやって。なのでもうこうなんかちょっと変な髪型な、全部見えるっていう。ダラーさんは今のやつでかなり良かった。皆さん先輩はみんな可愛いですよ。普段配信見て全然違うよ。それは本当に言われます。あれ微妙ですよね、本当に。
さんなんて初期の自分の写真いじってたもんな私も多分そうなるのかな話してるの見てください。かわいそう。やった。いや友達にも動いてる方がいいって言われますね。小春さんは頭いそう。そうですか。そんなこと言われませんよ全然。なんか NMB に入って言われるようになりましたね。普段はその NMB 入るまでそんなこと言われたことなかったです。先輩たちもプロフィール写真全然漏れないって言ってた。本当にあれ漏れてないんです。もうショールームだから、あれも全部、もうあと1年ぐらいあれ使うと思ったらもう嫌ですね。天君先生プロフィールが全然、いや絶対だってこの子にしようってならないじゃないですか。運転免許の写真は持ってもらえる。まあ運転免許の写真は別に誰にも見せるわけでもないので、まあまだねいいんですけど、あれはねもうどこでも使われるので本当に。本当あと1年ぐらいかな。まだまだ変わらなそう。あれっていつ変わるとかあるんですか。だいたいこの時期とか特に決まった感じはない感じなんですか。宣材写真だから、ね、そうですよ本当に。こんばんは。大問題です今回。かわいいのに。ツインテール。年はつく。毎年春ごろに変わるような気がつく。去年もコロナのせいで。あれでしたよ。夏とかぐらいでした？夏か秋とかぐらいでしたっけ？毎年春。春に変わって。本当に。春がいいです。早く変わってください。マリオークのメンバーの出来が悪かったけど短期間で変わる。そんなこともあったんですか？突然。全然変わる。どうなんだろう。春ならもうちょっとなのにな。いるんだ。逆に写真が漏れすぎてる。写真配信なくなる。そんなことありますか。なんかでも結構あれですよね。グループさんによって結構なんかなんていうの、画質っていうかなんか。AKB さんのやつって結構なんていうの、なんていうかリアルみたいな感じじゃないですか。なんかちょっとなんて説明したらいいかわかんないけど、なんかちょっと 3D 感がある感じがする。なんて言ったらいいか説明難しいけど、口角上がってていいと思います。来年の春はやだ。今年がいいです。写真は選びません。もう決まってます。 AKB さんはみんなね、めっちゃなんていうの説明難しいけど、そのなんかねリアルな感じがありますよね。謎の宣材写真に STU さんの宣材写真よくなかった。そうなんだ。なんかグループさんによってなんか写りが違う。
HKT さんも最近変わりましたよね、新しいのに。全然漏れすぎてほしい。え、そうですか？絶対漏れてる方がいいと思います。はい、ショールームもろ宣伝、そう、絶対燃えてる方がいいですよ。だから他のグループのチェック、そんなチェックっていうほどでもないですけど、気分逆に不自然。そうですか。生徒写真の先切れてない法則どんな。ウータン今日いません。2戦目であれとか、そんなことありますか。絶対漏れてる方がいいと思いますね。で、漏れてたら一回見てみようっていう気持ちになりません。私はあの宣材写真はちょっと微妙ですね。第一章で大切ですよね。確か見てですよね。やっぱり。でもこうやって話してくれて、やったー、わーい。ちょっと意味はちょっと難しいですけど。ちょっと見に他のルームみたいすけど結構違う。泣きって実際に話してるとこ見ると大人っぽい子多いと思った。そうそうなのか。今日のメイクちょっと違う。え、そうですか。違う。もう自分でも分からんくなってきた。ピンクやったん。グループ戦にならなかった子だった。おー、ミックスジュースのおかげだ。やったん。わいわい。みなくんの配信の怖くの名前出てきた。そうなんですか。かわいい、やった、イエイイエイ。シナモンつながり、シナモン
最初びっくりどうだった？なんかそんな緊張しなかった、まあ、緊張しましたって言ったけど、まあ最初はどんな感じかなと思ったんですけど、でもめっちゃハーサさんもシンシンさんも優しくて楽しかった。きっかけとしては群れてる方がいいけど、群れすぎてると期待が大きすぎて、でもやっぱり群れてる方が 見ようかなってなりますよね。いつかパクパク隊で食べ物、それね、それめっちゃ言ってますゆなくんと。肩可愛いからでしょ。こんばんは。本当に次は絶対漏れたいですね。宣材写真。なんとしてでも。ネビは無理させる聞こえから注意ですね。本当ですね、それはそうだ、そんなイメージはあります。私あんまり気にしなかった、配信見てかわいい、やった、イエイイエイ。最近めっちゃ配信してるから、フォロワーさんもちょっとずつ増えてきた気がする。聴覚の時に聞いた。本当に漏れたやつがいい。カメラマンさんいつも、どうだろう、いや、いろんな方いますね。もう自撮り、本当に自撮り、なんかツイッターとか始めさせていただいたら、なんかあれ結構さ、あのいろんな写真があれなんですけど、7期生はまだなんかあれがねほとんどなので、昔虫さん、でも私虫とかまだいけるかも、別にまずくなければ。企画で自分が作るブログ写真ってやってくれないかな、ブログが質悪いから。そうブログね、わざと画質下げないと乗っけれないんですよ。でもツイッターってだいたい解禁1年ぐらいかかりますよね。何枚も撮って自分で選べるシステム、そう
あれ何枚も撮ってるんですよ。でも自分では選べないんです、多分ね。でもなんかその中でもいいのを選んでくださってると思うんですよ。なので私のその時のコンディションが悪かったのかなと。あとメイクも研究生は薄いのでね、ですよね。1年ぐらいですよね、大体。スタッフさんのセンス、そうだから、まあいいのを選んでくださってるので、まあ私のコンディションをね次は良くしていきましょうって話ですね。ネビは横に広がる傾向、どういうことですか。イエイ。そういえばなんかもう皆さんあれ、あの乾燥最近やばいじゃないですか、冬で。なんか美容液がなくなったんですよね。それで次新しいの買いたいんですけど、なんかありますか、おすすめ保湿の。何にするか決まらなくて、何がいいのかなと思って。保湿される系、なんか分かる方いますか。分かりません。ニベアしか知らない。今使ってるのいいんですけど、そうなんかママのお姉ちゃんにもらったやつなんでめっちゃ高いんですよ。で自分では買えないので、そうどうしようかなみたいな。フルーツは桃担当です。桃桃。でもこれは昔からいるんですよ、この子は。たまたま使った方に使ってる。自然に任せて。キシミン。何がいいんだろうな。また YouTube を見るかな。いくらまでどうだろうな。先輩に聞くのが一番。そうですね、それはそうなんだけど。三国同盟に聞く。でも三国同盟みんな多分肌質がね、違うんですよね、三人とも多分。だから全然違うのも多分三人とも使ってる感じ。化粧品検定なんか持ってる。すーちゃんさん、上すごい。お会いする機会が、人見知りなんでそんな急にそんな話できないです。乾燥肌なんかさ、昔まではなんか脂性肌なのかなって思ってたんですけど、最近乾燥肌に気づきました、ここ1年ぐらいで。ミルさん昔そう、そうだな、本当だ。
も結構ね、私は YouTube とか見て決めたりしたりしますね、よく。でもそういう系って結局使ってみないと分かんないとこあるから、なんか難しいですよね、本当に。なくなったやつね、めっちゃ良かったんですけどね、超高いから、多分シーさんも感想で違います、チャンス。皆さん推しさんの果たし質問知ってるんですか？同じやつママかパパに呼んでないでしょ。ちょっとだ、それは NG が出るほどですね、多分。値段調べようかな、絶対高い。カテゴリー今見てます。30ミリで14,000円もします。でも私が買ったんじゃないですよ、ママのお姉ちゃんにクリスマスプレゼントでもらったやつです。で、75ミリだったら2万3100円もします。30ミリで1万4300円ですよ。30ミリってどれぐらいか分かんない。ママの姉ちゃんに前買ってもらったやつめっちゃ高い、やば。30ミリで1万7000円もする。50ミリだったら2万2000円もする、やば、超高い。無理です、無理です、買えません。その量で30ミリって本当にこんなんですよね、絶対やば。もう捨てちゃったんですけど、使い終わったやつは超高い。缶コーヒーの5分の1、5分の1で1万4000円もします。半切れ系ならお安い。え、やばくないですか、超高い、本当にもうやだ。だってこの前はこの10ミリのお試しみたいなもの、それの使ったことあるんですけども、それは本当に 2,3 週間なくなったので、っていうことは30ミリはもう4週間か6週間なくなるってことは、もう 1ヶ月半ぐらいでなくなるってことですか。1ヶ月半ぐらいなくなるってことは1ヶ月半で14,000円、やばい。でももうちょっと使うから結構ピッピって多めに出したら多分もう1ヶ月でなくなりますね、それ余裕で。やばいやばいやばい。本当に絶対毎月1万円余裕で超えます。しかも美容液です、しかもこれ美容液だけですからね。それに化粧水とクリームとかも考えたらもうすごいことになりますよ、このなんていうライン、同じ種類で揃えたら。
これの化粧水も値段見よう。あ、化粧水は175ml で7400円。やばい、 175ml 7500円とかもあるし、クリームも高、クリームは 50ml で14300円。やばいやばいやばい。ってことは全部買ったら3万円ちょっとするってことから、1、2ヶ月で、1ヶ月半とか2ヶ月とかで。でもクリームとかはね、そんななくならなそう、1ヶ月じゃ。でも乳液とかも、乳液とかも30ミリで1万円とか。あ、もうやばやばいです、無理です、なくなったけど買えません高すぎ、それ買えるぐらい売るよ、ドラッグストアで言って。え、でもそれも本当に こういうのって物によるってピンキリですよね。もうやばすぎ、ちょっともうちょっといい感じの値段で探しますが、待っていや私は買って、私が買うはあれですよ、これは買ってないですよ、ママのお姉ちゃんにもらっただけです。やすやかん、本当にやば。しかもこれ私の見たやつはそんなめっちゃなんていうの、ここの中ではこれでも安い方なんですよ。めっちゃ高いのだったら、あの30ミリで7万9200円するやつもありますよ。一番すごいなんかもう黄金みたいなやつだったら、これは誰が使うんですか、こんなの。30ミリで7万9200円ですよ、やばくないですか。やば、だってもうこれ容器からなんかやばいやつ、なんかレベルっていうか、なんか種類、美白とかなんか保湿とかなんかいろんなやつ、なんかこれはでももうほんと意味わかんない、もうどういうこと、これ何使ってんのみたいな。そう、本当に容器だけで1万円しそうな見た目をしてますね。そう、カノー姉妹とか使ってさ、本当にカノー姉妹でも本当に肌に合うやつが何やかんや一番いいんですよね。でもね、あのクリームとかはね、あの安いの、安いっていうかそんな高くないのでいいの分かるんですけど、美容液は結局私まだ自分に合うのが見つけられてなくて、だから何がいいのか分かんない、まだ。化粧品売ろうかな、ミラノコレクション3枚。本当にやばい。でも多分これをここで買ってる方もは少ないと思いますけど、ここで、ね、化粧品揃えてる方でも、まあ、多分これを選んで買ってる方はそんなにいないと思うけどでも基本1万30ミリで1万2000円、3000円、4000円は超えますね。すごい、やばいやばい。
本当に大変だ、頑張ろう。はい、そうですね。じゃあ6分7分くらいになったらランキング見ますね。やばすぎ、もう本当にびっくり。これは無理ですよね、さすがに。それは無理です、本当に。これはきちいですね。ママの姉ちゃんに感謝、そう、めっちゃ感謝、超感謝。いつもいっぱいお買い物連れてってくれます。クリスマスプレゼント、ドンキでお安く売ってない。こんばんは。16分、じゃあもうそろそろランキング読みますね。13位、ゆうぴょあっとこはるぴよりさん、ありがとうございます。12位、帝国さん、ありがとうございます。11位、ゆうすけあっとずんちゃんさん、ありがとうございます。10位、やまぴーさん、ありがとうございます。9位、すえひろさん、ありがとうございます。8位、ひであっとこはるびよりさん、ありがとうございます。7位、えいめいさん、ありがとうございます。6位、かぼちゃなかずさん、ありがとうございます。5位、やん008さん、ありがとうございます。4位、しじまーるあっとこはるびよりさん、ありがとうございます。3位、こむそうさん、ありがとうございます。そして2位、みすみあっとこはるびよりさん、ありがとうございます。そして1位はしんごさん、ありがとうございます。ありがとう皆さん、今日も見てくださって。ミックスジュース頑張ります。先輩のね、足引っ張らないように頑張ります。スチ、あ、フォローしたの、ありがとう。みんなしてフォローしてください、お願いします。今日も見てくれてありがとうございます、本当に。フォローしてね。また YouTube でちょっとフォロワーが少ないとか書かれちゃうので、ピーチ、明日も配信するかな、まだちょっとあれ、なんか勉強もしないといけないのでちょっとあれなんですけど、まだわかんないんですけど、まあ、フォローしたらあの通知来ると思うのでお願いします。ジンにミックスでありがとう、もも、お疲れ様、ありがとう、みんな、おやすみ、おやすみなさい、バイバーイ。